豪雨の際の浸水被害を軽減するため、県は新たに排水ポンプ車5台を配備しました。今日県が新たに配備したのは5台の排水ポンプ車です。県内では近年、豪雨の際に排水機場の処理が追いつかず、浸水被害が広がることが課題となっていました。これを受け、県は浸水被害を減らすため、雨水を汲み上げて川に放流したり、決壊の恐れがあるため池の水を排出したりするため、初めて排水ポンプ車を配備したということです。ポンプ車の排水能力は毎秒 0.5 トン、25メートルプールを10分ほどで空にでき、最長でおよそ13時間稼働することができるということです。県によりますと、5台の排水ポンプ車は、県内5カ所の県の土木事務所にそれぞれ配備され、豪雨の時には県建設業協会が運用するということです。